本日のメインイベント、シュートボクシング対中国三打対抗戦大将戦3分3ラウンドを行います。青コーナー184センチ69.9キロ、中国武術協会チュヤン。赤コーナー174センチ70.95キロ、Sカップ2006王者シーザージム尾形健一。シュートボクシング2007武装その2 5.25 後楽園ホール大会、いよいよメインイベントを迎えます。尾形健一対ジュヤン、シュートボクシング対中国三打5対5全面対抗戦、ここまで3勝1敗シュートボクシングリード、シュートボクシングの負け越しはない。こんな言葉3ヶ月前ムエタイとの対抗戦の時も言った気がします。さあ第1ラウンド始まりました。あの衝撃の KO 負け、あの KO 劇から3ヶ月です。 S カップ2006王者尾形健一が戻ってきました。右のローキック、身長差がかなりあります。長い前足飛ばしてきます。10ヤン。さあ吉坂さん、はい、改めて尾形選手はどう戦うべきでしょうか。そうですね、あのオーソドックスなんで基本的にジャブでいきたいですね、はい、あの典型的にサンダというよりあのアップライトキックですね、あの相手の選手で10は今までの選手の中で一番キックのスタイルですかね。はい、まあ、ムエタイ自体もリングは経験あるみたいですね。あまさにそうですね、ちょっと構えから全然違うし体を端に構えるということもないんですよね、あの上下に散らす左は今いいんで、はい、左で行きたいですね。ただあの止まってしまうと膝が顔に来るんでちょっとそこは避けたいですかね。はるなちゃん、はい、84センチ、はい、すごい身長が高いですねこの階級で。そうですね、その分こう脂肪とか筋肉量が低い。まあそうでしょうけど、今吉高さんが多分おっしゃったように、膝がもう上げればすぐ顔まで届いてくるって怖いですね。あの外人の場合は筋肉量が少なくても、あのどうですか、あの筋力があるんですね、はい、日本人の場合細かったら力ないんですけど、外人細くても力あるんで厄介なんですね。ちょっと安心できる材料じゃなかったりするんですよ。膝蹴りには気をつけてもらいたいですね。膝が武器になると思うんで、はい、車のボンネットみたいな髪型してますけど、すごいですね、個性的な髪型で、でも春菜ちゃん、はい、19歳、19歳、若いですね。それで5対1の最後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 の。尾形しかしずっと自分の前を保ちながらプレッシャーをかけ続けます。ボディー、左のボディー、今度は顔面に散らしていきます。左のリードのジャブ、その次何が待っているか、左のフックが届いていない、右のロー、相手の目を見据えたままローキックです。右のロー、いいですね、あのジャブが出てるんで、ロー多分ヒットしやすいですね。尾形ジャブ出てるときは、ね、確率 70% ぐらいあるんで、左で出たらめちゃくちゃ心強い。ジャブって左のこういう位置にですか。左サイドにしとけば、ね、なかなか負けることないんで。じゃ結構ジャブ出してますね。今日はいいですね、これもそうですね、冷静です。左のジャブいいですね、今のパンチもよく見えてるんで、はい、今度は右のストレートに下げました。というかいきなり右のストレートを振ってきます。会場から尾形コールも起こります。いやこのプレッシャーを相当感じて回らされているジュヤン。プレッシャーはねだいぶ感じるんじゃないでしょうかね。1ラウンドの時ジャブ打った後にジュンがあの右フック返したんですけど、しっかりヘッドスリップで顔をかわして受けてるんで、ちょっとパンチよく見えてるんでね。なるほど、ちょっとその点は今日安心してるんですけど、ここもゴングとともにプレッシャーがかかります。右の強いローキック、しっかりガードしています。ジュヤンも前蹴りで突き放したいんですが、それ下がってくれません。尾形右のロー、回るところです。回る側から右のローが飛んでくる。今度は左のミドル、ジャブロー行ってるんで、あのボディーブロー欲しいですね。左のレバー出ましたね、ストレートが出ましたね、あのレバー行くのにちょっと距離があるんで、あの右フック怖いんでね、それであのボディジャブであのうまくどういうか逃がしてるというか、あの逃げてると思うんですけど、左のレバー欲しいですね、ワンツーから。
右のロールつなげます。おっと、さすがこれですね、遠い距離から顔まで、左捉えました。ジャブがしかし強いジャブでした。入り込んで右左のボディフックつなげるか。しかし今度はジュリアン、もう尾形から目を伏せながらですが、パンチを飛ばしてきます。これが怖い。ちょっとね、調子掴んできたんですね。ちょっと今パンチがね、尾形目に入ったみたいで、ちょっと腫れてますか。ちょっと見えてないですね、今ちょっと距離取った方がいいですね。これちょっと怖い時間ですね。あ、右目がもう伝わってきています。右目がちょっと今見えてないんで、まだ距離取った。さあピンチだ、危ないぞ。尾形の右目が視界を失っているか。あ、肘出しましたね、今ちょっとこれはピンチです。タイムをストップいたします。出して止まるのはちょっとありがたいですね。ちょっと目を管理を尾形さんと戻してほしい。そうですね。ただいま肘攻撃がありました。注意いくといたします。気にしてますね、右目を。これ逆側ですね、右側の目が、右側がちょっと腫れてますね。パンチのね、右のストレートが目に当たってるんで、はい、それが見えなくなってるんでね、視界が狭まっちゃう。そうですね、ですね。じゃあ今ちょっとあの行かずにちょっと逃げたいですね、ステップ使っていいんで、はい、ここ打ち合うとこがあるんでね。そうですね、まあ、行かなくていいですよ今。尾形らしいと言ってしまいます。あ、左ボディ、あのボディなんですけど、ボディ左でしたね。ラスト1分、残り時間1分切っています。右の視力はどうなんでしょうか。戻ってきているか。右のローボディ、また右のボディから左のボディ。右目ちょっと戻りましたね。戻りましたか、はい、あ、それ分かるボールですか、目になんか目が入るときにちょっとぼやけますよね。ゴミ取れるとちょっとジャッカーで戻ってくるのと一緒なんですよ。そうですね、さっきより目を合わせるのが。だからそれで5時頃行き出します。じゃあここからまた巻き返していただきたいですね。ちょっとでもね、その時はヒヤッとしました。川勝選手の攻撃がカフトルに再開いたします。インターバルを置いて再開です。30 seconds to go。 ラスト30。ボディ狙ってますね。ああ、そうですか。はい、噛めてるんでパンチから。ええ、右のロー、まっすぐ蹴り上げてきます。ボディ出ました。すごいすごい。いやー、まさにそうですね、うん、またちょっと肘っぽいような形で出してきますが、これが肘ですね。ですよね、はい、ボディも肘があるんですよね。いや、実はないんですけど、体式の練習してるんじゃないですかね。ボディ効いてますね。すごい、今腹いってるんで、ね、ここでラウンジや第2ラウンドは終了です。ちょっと右目が塞がったのは心配でしたが、もう視力が戻ってきているようです。今戻ってますね、はい、こうアイシングしているのが宍戸選手。途中ちょっとびっくりしたと思うんですけど、セカンドでも行ってしまうんですね、ああいう時でも。そうですね、僕はちょっと怖がりだったんで試合中ああいう時行かなかったんですけど、よかったわ、行くんでね。ラストラウンド3。さあ、最終の第3ラウンドです。右のロングキック強い、左ハイキックが見えています。パンチがしっかり出ます。ローキックは嫌って前蹴り。14、尾形コールが始まりました。コーナーに追い込んでいきます。左のリードのジャブがある。今度はボディだ。ここからしかし首相撲から膝を出してきます。これはあまりここまで見せなかった技だ。左ボディ、右の方狙っています。リードのジャブか、右左、左のジャブは出ています。膝は左、これは入った。いやー、これはすごい。これはダメですね。これはもう完全なるノックアウト。左の膝です。右足であのヘイとかけてる左の膝なんで、サスポーキックって膝なんで珍しいですね。よかったらこの膝は今まで見たことない。3ラウンド58秒、いやもう完全にこれは肝臓が折れる。肝臓がシーザー君、肝臓を目がけて KO 勝ちでございます。まだ勝てません。ちょっと暴れいったかもわからないですね。そうですか、恐ろしい。そう思ってますね。いやー、あのショックの KO 撃から
活を果たしました。 S カップ2006王者尾形健一、これで対抗戦の成績は4勝1敗、シュートボクシング勢が勝ち越しました。どうでしょうか。いやー、よかったですね。ちょっと珍しいですね、こうアピールするのも。そうですね。